とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はモッドを入れてみました。何かこの画面で違和感がないですか？そうなんですよ。キャラクターが若干縮んでるんですよね。若干ちっちゃいですよね。で、これが、あるゲームのキャラクターになってしまうっていうモッドです。装備してるとあんまわかんないね。装備してるとあんまりわかんないんだけども、脱いでみますと、わかりやすくなるよね。わかりやすいってか、なんだこれ。顔が、アレックスの顔が、こんな風になっちゃってる。いや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 、ちょっと無理があるな。ちょっと無理があるので、キャラクター他のやつに変えればまた違うのかな。いや、目がこんな感じになるだけか。見てみます。他のキャラクターはどうなってるんでしょうか。おお、すごいすごい。いや、これなんてモロだよね。モロのやつだよ。はいはいはい。あ、いや、こういうやつもなかなか、可愛らしい。へえ、これなんか幽霊みたいなやつとかいるんだ。これ豚？うさぎ。鳥のムーシュルーンがついてるやつかな。わあ！何これ？骨になってるやつがいる。いや、なんか気持ち悪い。はい、あ、パンダとかね。うわあ！かわいい！なんだこれ。スティーブの方がまだなんかわかりやすいね。アレックスはちょっとイマイチだったけども。はい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 。うわお、何これ、めちゃくちゃかわいい。まあ、とりあえずキャラクターがこんな感じになってしまいます。これで行きましょうか。どれ使おうか。まあ、ドノーマルのこういう感じで行きたいと思います。いや、かわいい。それではデイリークエストいきますね。プレイヤーの速度が 20% 増加して、長弾を持ってます。で、近接モブが凍結を持ってるっていうところだね。装備をすると、あんまり違和感は、いや、違和感はあるな。やっぱ若干ちっちゃいんだよね。若干ちっちゃいんだけども。いいや。行ってみましょう。はい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 。なかなか嫌なところっぽいよ。OK。で、心を奪うものを使います。アンチャンティングがついてるやつね。アンチャンティング付きの心を奪うもので行きましょう。ここは敵が多分、デイリー2なので、そこそこエンチャのやつが出てきてくれると思うので、アンチャンティングは向いてるでしょう。よし、OK。まあ、最初は、まずは矢が不足しそうなので、なんとか矢をしたいですね。ちょい。オッケー。ちょっと待って、この段差よ。と、凍結か。凍結ですっごい攻撃遅いんだ。ちょっとこれは慣れる必要がありますね。オッケー。やっぱりいい。うん。アンチャンティングついて、パワーポーションがつけば、このエンチャの敵も速攻で倒せる。いやー、これは凍結耐性とかがあったらいいのか。凍結耐性あれば、だいぶ違うかもしれないですね。なんか凍結耐性みたいなのは、あったっけ？ラギッドがあるけども、あ、これはちょっと持ってないか？プレステの方のアカウント、人にはあるけども、ちょっと反映させてないかもしれないですね。ないよね。あ、反映させてないわ。このまんま行きます。はい、キャプテン、まず1体目。どこ？あ、いた。ちょっと凍結がえぐいな、本当に。凍結エンチャが相当痛い。攻撃速度がね、もうほんと著しく落ちるんで、超やりにくいよね。OK。で、脅威。
これ全部いると思います。ここは OK。 やっぱフルメタルは強いわ。フルメタルは強い。これは耐久力ありまくり。よし、凍結うっとうしいわ。凍結嫌いだわ。おお、キャプテンいた。急に出てきたな。なんでそれ、えらい変なとこ行くな。ちょっと待って、えらい変なとこ行く。これ壁登れたりした？敵たまたまか。何、略奪者に変わるってやつね。特に問題ありません。でもう一体ぐらい、なんかほらほらいたいた。どこ？あっちか。あっちだね。あっちですね。いたいたいた。ちょい、えぐ、ちょっと待て。もう重力パルスもついて、よし、ノックバックもされたらちょっと動きづらい。はい、なんすか、モブ速度 80% 増加。全然なんてことありません。トゲ。後半戦、うわ、ちょっと待って、この罠があるところでは戦いたくない。この罠のところはやだな。よっしゃ、 OK。 よし、ちょっと待て、戦いにくい、ここ OK。うわっ、もうちょっと待って、ここはこれちょっと一気に行こう。もうこの罠は嫌。しかもタイミングがなんか今の変になってたしね。もうこれアンダーホール嫌いだわー。すっごいやりにくいもんね。でちょっと若干長いところとかね、もうすごい嫌だよね。いやー、でもエンチャの敵が多いんで倒しやすくて嬉しい。それは嬉しいよ。エンチャの敵が多いのはいいこと。うん、普通だったらあんま良くないんだけどね。アンチャンティングついてると戦いやすくなるんで、それはいいとしましょうか。どこだ、あ、いた、キャプテンいた。どちら、神秘、あ、何、あ、プレイヤー HP が 20% 減少するですね。まあ特に問題ありません。最後の一体どこだ、いた、よっしゃ。ちょっと待って、凍結が効いてるな。凍結効いてるわ。よし、はい、これで全部ですかね。特に問題あるエンチャントはなかったですね。鍵がいったっけ、ここ。ああ、そのままクリアできる。え、終わりじゃない、これ、これで終わりだよね。あ、全然開けなかったな。なんてことありませんでした。うん。なんかこのね、キャラクターの違和感も途中ではもう全然なくいけましたね。これよ。これこれ。なんだこれ。はい。何が来ますかね。特にいいのはないもんね。やっぱタワーさんのやつがやっぱり一番いいので、ここら辺のやつっていうのはほぼ使いませんね。ちょっともう一回だけキャラクター替えを見てみましょうかね。やっぱりいいね。かわいらしい。ちょっとこれはどうかと思うんだけど、これはどうかと思うけども、かわいいなぁ。これ足がなかったりするの？いや、かわいらしい。でもこれ好きだな。これ好きだわ。あ、これもなんか凶暴そうで。いい、これはちょっと気持ち悪い。おお、いやー、いいキャラクターが多いね。あ、ここら辺シーズンのやつは取ってないんだけども、うん、これ片足じゃん。片足のやつ、おお、これ片足片足。うん。
いやー、なかなか素晴らしいモッドだね。まあ見た目しか変わんないんだけども、いや見た目重要だよ、見た目重要。すごい可愛い。すごいね。やられてるよ。いや、完全にやられてるやつだ。はい、ということで今日は、マイクラダンジョンズのキャラクターがあのゲームのキャラクターに置き換わっちゃうっていうモッドをやってみました。かわいい、かわいらしい。これはね、ちょっと本、なんだろう、本家っていうかパソコン版以外でも反映できるようにしてもらえれば面白いと思うんだけども、まあまあこれもモッドだけですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。